あまりいいです。えっとシャフトですね。あの要するにスイングまあドライバーが飛ばなくなったからあースイングを直すんだってやるよりはシャフトを直した方がいいと思いますね、えー。従来のゴルフ理論というのはあまり正しくないのでシャフトがのキックポイントがどの頃だとかねあの言っているシャフトが多いんですね。それは下手な技術に対してその下手な技術に。 キックポイントを合わせているようななものなんですよでシャフトがですねこの棒がありましてねでこの棒の中で、えー、均一にしなるには均一の状況のシャフトでいいのかっていうとそうでではないんですねどうしてかっていうとあのバットバランスと要するに何ていうんですかねあのクラブの,あのヘッドとバットエンドのあの。 グリップのです、ね、重さで、えー、バランスができちゃうからねだから、あのー、そこで、えー、じゃあどうしたら均一にしなるかということを考えた方がいいとは思いますけどねで私今まであのいろんなクラブを打ってきてそれでもやはり均一にしなるシャフトっていうのがあの軽量で。 一番打ちやすくて飛びましたねで、そういったものを開発した中でただ方向性がいいのはシャフト自体が均一性を持っていることなんですよですからその両,両面から即したクラブを作らないといけないということなんですね、えー、ということはどういうことかというとじゃあバットバランスにするのかっていうことになっちゃうんですねでもバットバランスにすると飛びませんから 手元は軽く先は重くして均一にしなるんであって、えー、シャフトの均一性も損なわないというものが現実にはできあのー、物理学上できませんからその間の中で探すということなんですねですからあんまりキックポイントを極端に寄せすぎないでそういうものを作ればあとは硬さがあのその人のスイングにと力に重さと硬さですね合えばいいということですね。はい えー、今の説明で分かったかと思う分 <laughs> からないかもしれないし、えー、ちょっとね困難、あのー、すぎる説明なんですけどねあの、まあ、そういうところで均一性というのが一番大事なことですねシャフトの均一性クラブの均一性一、えー、点にキくポイントを持ってくるということはあのダメなスイング用ですということですね。はい以上です